基本の調理技術から応用、2年生のレストラン実習まで店舗運営に必要なレストランマネジメントについても学んでいきます。今日は鴨肉を使います。脂身の方から焼いていきましょう。出し切って、油がたっぷり出てきます。そうです。はい、皮目が香ばしく焼けました。絡めたものをしっかりとここに絡めます。ようこそ京都大学宇治へ。お客様とのコミュニケーションも一緒に勉強できるっていうことですね。こちらが京都大学のレストラン実習室です。こちらに行くと素材がたくさん並んでいます。はい外はパリッと、中はふっくら、美味しい焼き物が焼き上がるのも日本料理らしいですね。